ちょっとお聞きしたいんですけども、今プロジェクト福島ということで、はい、浅野さんが参加された映画がありましたけども、はい、プロジェクト福島はどういう経緯で参加されることになったんですか？あ、はい、あとすみません、僕だけさっき立つの忘れちゃった。あ、すみません、はい、なんか初っ端で立つの忘れちゃって佐々木さんとか菅野さん立っちゃったんでやばいと思ったんで、よろしくお願いします。はい、今多分ご覧いただいたあのドキュメンタリーが結構時系列に沿った形になっていたと思うんですけれども、まずあの放射能、僕もさっきそこで見てたんですけどね、あの放射能を測定した時にその木村新造先生、放射能の博士が何か人を呼んだ時に、人を福島に呼ぶ時に芝生の上にブルーシート1枚でも敷くことで、あの足裏からの拡散を防ぐということと、はい、あの外部被曝量を減らすことができる、じゃあ何か敷くものを用意すればいいんじゃないのかというふうに、その木村新造先生が、まあ、初めにアドバイスをくれまして、はい、で大友義秀さんですね、まあ、プロジェクト福島三役の中の代表の一人なんですけど、その大友さんが中崎徹さんと二人で、じゃあ福島で何かそのアートを使って敷物を作ろうということになったんですよ。はい、でそこでじゃあなんか現地の人間でそういうアートであったりとかデザインをやっている、あの暇そうな人間はいないかっていうので僕が引っかかったんです。そういう経緯だったんですね。はい、でまあ本当に何でしょう、何も知らされてない時に、はい、大友さんと中崎さんと僕が初めてこうお会いした時にですね、はい、僕が何を間違ったか自己紹介で福島でいつも大風呂敷を広げたようなことをやってる浅野浩太ですって自己紹介しちゃってそしたらもうなんか中崎さんも大友さんもしてやったりな顔をしまして、あでそこからまあ巻き込まれて、あの一緒に活動することになったという経緯ですね。まあはい、まあ、でもちょっと真面目な話もすると、実際そのそうやって大友さんとかと出会ったのは5月6月ぐらいなんですけど、やっぱりそういうふうにこうプロジェクト福島のスタートはあんまり福島に住んでいない人間が中心なんですよね。はい、和合良一さんは福島在住ですけども、遠藤道郎さんと大友義秀さんは、まあ、福島県外に出ている人間 で逆に現地の人間っていうのはもう本当に5月6月とか言ってもやっぱ震災直後じゃないですか。はい、で特にですね、この津波であったりとか地震と違って放射能ってすごくグレーな話だと思っていて、はい、あの実際僕も被災者被災者って言われてますけど、地震で家が崩れたわけではなくて、まあ、半年後に火事で家は焼けちゃったんですけど笑ってもらえないですね、すいませんあの、まあ、そんなこともあって結局こう自分の身体的な被害とか物理的な被害があってない状態だから、すごくこう福島市の人間ってもどかしい思いをずっとしてたんですよ。で5月6月何をしていいか分かんない、何が僕らは何をすべきなのか分かんないっていう時に、そういう話を持ちかけてもらえたので、僕もあだったら風呂敷を作ることだったら協力ができるということで関わらせてもらいました。はい、あそういう経緯があって関わっているんですね。はい、はい、でその風呂敷のプロジェクトの後にも、はい、いろいろあの公園を屋内に作るっていうプロジェクトもいろいろやられてますけども、はいはい、そういうなんかプロジェクト福島として関わっている中で、なんていうのかな、福島のその現状とかってちょっと今お話もあったんですけども、はい、なんか思うこととかってありますか？そのいろんな人と、まあ、その福島だけじゃなくて、外部の人も入ってきてるっていう感じでやっていく中で、はい、あのまあ、その福島大風呂敷という活動で僕自身すごく学ばせてもらったことがありまして、まずあのプロジェクト、まあ、自画自賛みたいで気持ち悪いんですけど、あのプロジェクトの良かったところって、まず福島の人間もお、まあ、何の取り柄もないじゃないな、普通のおばちゃん、近所のおばちゃんたちがプロジェクトに関わることができるものだったんですよ。あのミシンさえ縫えれば手伝えるし、ミシンを縫うことができなくても布を畳むことでもお手伝いになったんで、何かしたいけど何もできないっていう人たちがみんな協力してくれて、でその風呂敷自体も県外からも集めることになりましたので、まあ、福島県内にも集めたんですけど、本当北は北海道、南は沖縄まで全国各地の人がその福島のために何かしたいけどできないけど布を送るぐらいならできるっていう人たちがみんな手を挙げてくれて、それでこう県外の多くの人たちの協力があって6000平米の風呂敷を今回あの、まあ、2年前ですけど敷くことができたわけなんですね。で僕自身その経験っていうのは、まあ、自分が被災者なのかどうなのかとかいろいろ悩みながらも、こう県外の人の協力をこう募っても
応えてくれるんだっていう思いをその時に実感できて、で実は屋内の大地というその屋内公園を僕は作ることになったんですけど、それもなんかこう砂場が置いてあって、あと遊具が置いてあるような屋内公園ではなくて、自然のものに触れ合えるような屋内公園にしたいなというふうに考えたんですよ。それでその時にあの西日本であったりとか、あの日本海側の人たちに本当にツイッターとかフェイスブック使って、あの落ち葉とか木の実とか何でもいいんで福島に送ってくださいって声掛けをしたところ、それがたくさん届いたので屋内の大地を作ることができたっていう経験がありまして、なんて言うんでしょう、そのやっぱりすごくこう内側にこだわりすぎちゃう自分っていうのが初めはいたんですけど、プロジェクト福島っていうその外と中をつなぐようなプロジェクトがあったおかげで、すごくこう外にも目を広げるというかですね、日本全体を見ながら自分の活動をやっていくように、やっていくことができるようになったかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。でも浅野さんはもうさっき言われた通り、福島にずっと住んでいて、そこでこうプロジェクト参加するっていう風な中で、こういろいろ自分が被災者なのかっていう、そういう葛藤もあったと思うんですけども、あの菅野さんとかは今日守るを制作した時に、その時は実家にいたっていうことなんですけども、まあ、山梨の大学に通っていて、で、そういう現状を取るっていうふうな思い立った経緯とかっていうのはどういう経緯があったんでしょうか。そうですね、私は3.11 当時は甲府にいました。はい、甲府に行って、でただそのやっぱりあのさっき被災者か非被災者かみたいなことをおっしゃってたんですけども、私もその通りで、はい、本当に、まあ、陸前高田に戻ればあの避難所で手伝いもできるし、まあ、ささやかではあるけども家族の話し相手とかになって支えられてるっていう小さな実感があるんですけども、甲府にいると本当にただの学生で、あのただその自分の家も被災してるから募金したくても自分の生活費もどうなるかわからないし、はい、もう何もできない自分っていうのがいて、はい、であとはそのきっかけになった出来事の中に写真をいろいろ撮って帰あの甲府に戻ってきた時に、こうあのインターネット上の SNS にこうアップロードして友人が写真を見てくれたんですよね。で私にとってはその実家のあった場所とか公民館のあった場所、通学路だった場所っていうことでこうコメントをつけて一枚ずつあげたんですけど、その甲府の親しい友人が感想をくれて、あの気を悪くしないでほしいんだけど全部同じに見えちゃうねっていうふうに言われて、それがあの別に彼女の想像力が足りないとかそういうわけではなくて、あそれが非被災者としての当たり前の反応なんだなっていうのをどこかでやっぱり理解してる自分もいて、じゃあ写真だけじゃダメだったんじゃどうしようとか、あとはその自分が大学で教職関係の授業を取っていて、その授業の一環であの学校と教育機関として、あと避難所としての学校の両立っていうのをこうテーマでレポートをまとめたことがあって、まあ、その中であのまあ、避難所になった学校の先生が阪神・淡路の時とかとも同じ後悔、もっと備えをしておけばよかったっていう後悔なんですけども、そういうことを繰り返していて、で甲府に来て ある中学校、避難所に指定されている中学校の先生に話を聞いたら、やっぱり意識が足りないなと思うような部分があって、どんどん変わっていくけれども、やっぱり何か残さなきゃいけないんじゃないかというか、自分は残したいっていうふうに思う気持ちが強まっていって、でも写真じゃダメだった、そして自分には本当に財力も何もない、どうしようってなった時に、まあ、今あのいらしているんですけども、大学 の前澤先生というすごくお世話になっている教授がいて、その教授の縁で山梨映画祭のボランティアスタッフというのにもともと震災前から関わっていて、でその震災後の第1回の企画会議がちょうど私がその思いを抱えてこうもや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 してる頃にこう開かれて、で思い切ってこう実はその自分の私は陸前高田の出身で、その記録をどうにか映像で残したいと思っているっていうふうに言ったところ、その前澤先生の
編でいらしていた斉陽一監督が、それはぜひ君の手で撮るべきだというふうに背中を押してくださって、周りの方々もぜひぜひやれやれと言ってくださってっていう経緯きっかけがありました。はい、まあ、ちょっとこの後上映なので、まあ、本編には触れない方がいいと思うんですけども、僕がその今日のものを見て、思ったのは、なんか本当に菅野さんの思いというかがこう出てるというか、記録したいものを撮ったっていう印象が強かったんですけど、だからこそなんかこういろんなところで、日本もそうだしアメリカとかでも上映されたと思うんですけども、それはなんかこう意図的に作ったとかじゃなくて、もう自分は思うままに撮ったっていう感じなんですかね。そうですね、あの映像のプロの方に言ったら怒られるかもしれないんですけど、本当に構成を全く立てずに行って、であの映画を作りたいとかっていうよりかは、こうやっぱ残したいとか、あとは映画っていう口実にこう話がしたいっていうのがメインだったので、その純粋なこう話したい話したい話を聞きたいっていう私の、まあ、目線といいますかでもう全部撮ってあるので、もしかしたらそういうものがこう受け入れていただけて、海外でもそうやって見てもらえるのかなっていうふうには思います。はい、ありがとうございます。